て、ごめんなさい、うん、そう言われて気づいた、今日エッサ、もしかしたら今日エッサかもしれない、あーエッサやエッサって。だからずらしちゃいました、本当にお待たせしてすみません。あの今日はずっとあのイベント最終日だから、それはずっと分かってて、そのイベントとは被せないようにしようって思って、だから8時はあの避けて、で9時からにしようしようって思ってたら、そう9時からラジオでした。すみません。今日はじゃあ何してたか言います。今日はですね、あの私歌唱力のやつ出ることにしまして、そうで、もう曲のリストとかも来てて、で自分の中である程度曲決めたんですよ。でもう早速今日から練習してました。あのカラオケ行って練習してた。そうで今日あのカラオケ配信しようって思ってたから、その今日やる歌、今日カラオケで今から歌う歌も練習してきた。そうなんかさ、カラオケこれフルだから、なんか意外と2番の歌詞が歌えない曲もあって、うん、だからあのやりました。え、あのね、歌唱力のリストめっちゃいっぱいあるんだよ、うん、そうなんかで、あのうん、いろいろ迷ったんですけど、ギフトありがとう、決めまして、まあ決めた。でなんかあの MC でさ、ヒロに決めてもらえますとか言ったんだけど、あのちゃんと自分で決めました。自分でなんかやっぱ自分の好きな曲と、その本当はすごい好きな曲歌いたいんだけど、でもやっぱ自分がさ歌いやすい曲とか自分の声に合ってるなとか、うん、あのそういう曲いろいろ考えて、であとヒノにもめっちゃ相談して、今回そうでヒノの意見もすんごい取り入れて、最終的に自分で一曲選んだんですけどって感じ。そうでももうね、ほんと歌いたい曲あったんだよ、すっごい好きな曲があっていっぱい。でそれはまあ課題曲発表されたら、私が歌いたかった曲はちょっと後からあの皆さんに言いますね。そうなの、うわこれ歌いたいけど自分では歌えないみたいな曲結構あって、そうちょっと悔しいんですけど、またあの発表されたら絶対に教えるので、みんなにこれ歌おうとしてましたって、歌おうとして歌いたかったですっていう、うん、えみんなあーいいねってなると、このこれ歌ってるナナミ見てーってなると思う。自分でも見たいなと思ったもん、あこれ歌ってる私見せたいって思ったんだけど、なんかそうそれはねちょっと歌えないかった、歌えないなと思って、カラオケで今日いっぱい歌ってみて、そのうんで結局やっぱ自分がこれならっていうの、まあ、決めてたんですけど、それにしたんです、いろいろ歌った結果、うん。なので頑張ります。なんかすごいね、やっぱ普段歌ってる曲とは違うし、なんか全部一人で歌うってやっぱすごい難しいなって思って、うん。リボン可愛いでしょ、これ買ったんだ、なんかあの買い物してたらさ可愛いリボンがあって、あこれショールームとかでつけようかなみたいな。でも曲決めるのすっごい楽しくて、なんか公演の日とかこの昨日までの2日間すごい歌唱力出るメンバーで4期生もいたから、
みんなで話し合ってたんですよ、何にするみたいな。そう、もうね、決めるの超楽しかった。そう、この人にこれ歌ってほしいとか、逆になんかメンバーが私にこれ歌ってほしいみたいなの言ってくれたりとか、してね。そう、なので、楽しみにしててください。そう、今日カラオケとか普通にすっぴんで行ったからさ、メイクとか髪の毛はいました、さっき配信直前にした。そうそうそう。あ、なんだ、バレてない。あんなにさ、そうだ、リクエストした、あんなに歌ってほしい、私めっちゃ好きな曲があって、そう、もうこれあんなに歌ってほしいみたいなのがあって言ったんだけど、ダメだった 拒否された。もうだからそのくらいもう仲良しですね、4期生とは。そういうノリもいける仲になれましたね。え、かわいい、ありがとう、かわいい 待ってたその言葉を、よかった。そう、巻いたの、巻いたし、なんか編み込みした、難しい、これ何回もやり直した、これ全然できない、もう不器用すぎてヘアアレンジとか本当にできないから、これが私の精一杯 そう。でもこれで公園行けそうじゃないですか。無理か。無理だ。無理です。そう、これは踊る用じゃない、これ。そう、自分でやったの、これ。アイドルかと思った。あ、イドルなんですよ。そう、チャットにさ、自撮り送ったの見た？あ、半袖なのバレた。寒いのに半袖着てるんで。すごい？ありがとう。じゃあ今日はカラオケします、久しぶりに。なんか今日はね、日向さんの卒業コンサートで歌った曲を歌います。何にしよう何にしよう。じゃあ最初はすごい賑やかな曲にしよっかな。やっぱり、やっぱりやめた。やっぱりこれにする。最初はね、やっぱこれだよね。日向さんといえばの曲にします。春床歌いますね。なぜか走りたくなるんだ。僕がどこかへ走らなきゃ、地球が回らなくなるよ。校舎の窓に反射した空の雲は止まってる。自分の方が動かなきゃ、欲しいものは手に入らない。君はずっと変わらないまま、クラスメイトの一人で。Bye.
けて何か思い出したように、裏の団地のベランダで洗濯物も揺れてる。地球は回っていくから、季節はまた巡るだろう。君を何度も好きになって、何度も切なくなるんだ。言葉にしないよ、これはね、最近新しく春ブロックで追加された曲なので、昨日やりましたね、この曲。昨日もやった曲なんですけど、いい歌なんだね、本当に。次どうしようかな。じゃあみんなが踊れる曲やろみんなが踊れる曲、あれこれどうやんの、これあみんなが踊れる曲、クククク。じゃあみんな踊ってください。あえちょっと待って待って、ちょっと慣れてなくて。あできたできた、いきます。お、ああめっちゃ揺れてる、ごめんごめんごめん。
人きりで夜の闇に怯えないで、僕はいつも君のそばにいるよ。もし世界中が敵に回っても僕は全然踊れなかったんですけど、あれ私4月の13日やったよね、行ったんですけどちょっとあんま踊れなかった、すいません。やっぱ座りながらとだとさ振りが難しい。いい歌だよね。なんかさ私声でかくない？大丈夫？なんか声でかいかな、すごい嫌な感じですか、大丈夫かな。大丈夫？よかった。なんかこっちは調節ありがとう。でかかったらちっちゃくしてくださいすいません。じゃあ行きます。次アプリ落としちゃったあれあるよね、あれないのこれ、あった。
通りてく君のただのの日常当たり前の窓の向こうをずっと見てきた空なんて幸せな私に会いたいって思ってしまうなんて呆れてしまうけど気になるの一瞬君がこっち見てたような妄想それは僕が否定しても恋でしかないだろうこれ以上好きになったら困るほど練習したのに二つ手前の駅悔しい練習したのに歌えなかった二つ手前の駅歌えなかった悔しいまあコンサートでは1サビ5はけてもうすっごい勢いで着替えてるんですけどねそうだからコンサートでは歌っていなかったところですねそうもう一目散にダサッてダッシュしてブワーって脱いでブワーって服着てはい着替えてました。だから今あのDメロ歌っててすっごい焦ったなんか、うん、そうからのチューニング生まれた、うん、ガンガ生まれた意味が忙しかったすごい、うん、セントレのアウトロはもうチューニング裏でそうあの次の曲が愛する人でハモリパートだったんですよ。いきなり歌い出しがいきなりハモリパートだったからもうドキドキしながらチューニングしてた、うん、一人でそう。しかも紙手から出る人が私しかいなかったから最初そう一人でもうビクビクしながら、はあ、音合ってますように最初の音合ってますようにって、うん、っていうのがこの曲の裏話。うん、ですね。あ、愛する人さんちょっとやろうと思って練習したんだけどちょっとダメだった、ね、そういや入ってると思うんだよね、うん、
私この配信する直前に愛する人を歌おうかなと思ったんだけど、あのもうね、そう、あ、覚えらんない、ごめんなさいと。覚えて歌いますね。うん、次どうしようかな。ユニットパジャマドライブ入ってなくてさ、そうだからユニット、あっ、いつか聞きたい、じゃあ歌うね。またあれはあるかな、もう一曲、そう、これ私は歌えるのかって2番。この曲はすっごいダンスがめっちゃ好きで、
そう、オリジナルの振り付けだったんですけど、き、この曲。もうまた振り付けでまたやりたいってくらいすごい好きです。そう、衣装もね、そうなんですよ、 AKB さんの衣装を着ることができて嬉しかったです。わかる、黒い衣装いいよね、やっぱりなんか引き締まる気持ちも。ほうって言っちゃった。たわきだ。 ありがとう。山ありさん、タワー。 ありがとう、山ありタワー。風は吹いているタワー、ありがとう、嬉しいよ、ありがとう。じゃあ次はどこかでさくらの花見。
ありがとうございました。いやー、いっぱい歌った。ちょっと休憩。ありがとうございました。私のカラオケを聴いてくださって、うん、いい曲だ本当に。思い出した、今ずっと頭の中でコンサートしてた。思い出した。うん、今日一日歌ってた。そう、午後からカラオケ行ってずっと歌って、うん、夜もカラオケ、明日も歌う。ちょっと目薬する。喉は大丈夫です。強いんですよ喉、あんま枯れなくて。ちょっと私今すごい目薬の差し方をしていることはバレたくない。で、ああ、そう、目薬手に入れたからね、目薬しないとね。私が目薬を横から刺すっていう、恥ずかしい。ちょっとこれリップなんだけど、こうやって引かないで、うん、普通上だよね、上からだよね、私は横からです。うん、そう、まあやった、バレた。いや、なんか逆に上から、あのね、なんかメイク崩れ、なんかこうバッてやるとさ、目いく崩れるかなと思って、メイクをしながらでも刺せる、刺す方法が横からだった。そう、うん、いつも笑われるメンバーに、何それってみんなも絶対やった方がいいね。うん、引かないでください。え、横からできない？そっか、うん、確かにみんな上からか、上からか、うん、じゃあ今度横からやってみてよ。難しいか、うん、そう、あのね、横ここに刺すのいいんだよ。そう、おすすめです。お腹鳴った。今日さ、ラーメン食べた、お昼だから、それから食べてなくて。え、聞こえた？ね、やだやだ。醤油ラーメン、だからそっから食べてなくて、うん、でももうね、食べ逃した。だからもういいやって思って今日は食べない。うん、明日公演だしね、お腹出るからさ、衣装ちょっと食べれないんだよそんな。私気をつけたの、公演前とかも本当になんかさ、お肉プチッってなってたらさ、ちょっとさ、ちょっと気になるでしょ。うん、そうだよ、だからお弁当、あのね、食べてないのあんまり。そう、でもいい感じでしょ、お腹。自分で言うなって感じだけど、お腹いい感じじゃない？なんかお腹さ、
そう、お腹ちゃんと薄めでしょ私。そうなんで、もう頑張ってるんだよ。なんか、そういい感じにするようにしてる。そのなんか割らないように、割れないように、私の理想のお腹は割れてないけど、なんかこううっすら、あ、綺麗みたいなお腹だから、それ目指してるんです。うっすらちょっと、すらちょっと線みたいなのが好きで。でも薄いみたいなのが理想だから、ちょっとお腹はね、その理想に近づけるべくめっちゃ頑張ってます。私の見えてる部分すごいね、いい感じじゃない？衣装の、泣きべそを描くまでの衣装のさ、ちょっと胸下からおへその上くらいまでの、おすすめポイントなんだよね私の。 そう、あんまり自分の体で好きな場所ないけど、あの場所だけは見せられるの。 そう、ウエスト、そうそう、だから注目していいよ。気合い入れてる場所だから全身おす、綺麗、ありがとう。うなじか。じゃあ明日おろそう。 明日も公演なんだ。どうしようかな。あ、背中ね。背中さ、自分じゃあんま見ないから、DMM でしか見ないんだけど。明日楽しみだな。公演。そうなんだ。どうしよう。昨日の髪型良かったでしょ。お昼は編み込みストレートで下ろして、夜はアップにした。みんな大好き、同じヘア、なんかまとめるやつた。またお腹鳴った。もうやだ。 もうやだ。明日どうしようか迷ってます。お昼の髪型めっちゃかわいい、わかる。 DMM で見たんだけどさ、じゃ、ストレートも似合ってた自分。 そうそう、昨日さ、ちょっと多分気づいてる人いないか、いる、いる、いや多分ずっと私をのことを追ってくれてる人なら分かったと思うんだけど、夜絶望の後でやってる時に、衣装のなんかこの背中のホックが髪に引っかかっちゃって、でもこっから動けなくなったの、これ途中。 もう超焦った、もう。
私がさカサカサってさやってたね、ちょっとめっちゃ恥ずかしかった。なんかもうこう引っかかっちゃって、そう、気になったよね、あれ。ごめんなさい、バレてたし。いや、バレてた。もうやだ、恥ずかしい。いや、メンバーよくやっちゃうんですけど、そのね、ホックがね、引っかかっちゃうの、髪に。で、こっから動かなくなる。で、もう痛くて、痛いし、全然外れないし、取れない、やばいって思って。そう。しかも、絶望ってずっと踊ってるから、その取る余裕もなくて、でも取んないと私、こっから動けないから、うんうんうんって、なんとか取れたんですよ、途中から。よかったって。でも、またサビで引っかかって、あれね、もう改善します、ちゃんと。あれはハプニングでしたね。見てたんだ、やっぱ。いや、でもそれに気づいてくれたのは嬉しいかも、ちょっと。ちゃんと見てくれている、証ですね。そう、もうほんと取れてくれって思ってたんだけど、絶対歌割りじゃない時に、カメラで抜かれてない時にって思って、端の方でクックってずっとやってた。すごいね、やっぱり。バレてた。バレてないよなぁとは思ってないけど、あ、絶対バレてるって思いながら直してたもん。 でもちょっとあれはね、気をつけます。しかもさ、こうやって直さないといけないからさ、真顔ですごい真剣な顔して直した。からでもね、ちゃんと改善策はあるので、もう絶対に引っかからないようにします。引っかかると焦る、焦る、もうめちゃくちゃ焦るんだよ。だってさ、なんかこっから動かないって想像してみて、めっちゃさ焦らない？こうなるんだよ。ホックとさ、髪が引っかかってさ、もうこっから動けなくなる。で、こっちに戻せなくて、首。そう、昨日初めて引っかかった。こうやって。姿勢よく見える、逆に。でもちょっと、これもっと上なんだよ。で、戻せないの、痛くて。でも髪抜いてやろうかって思った。チプチって、そのくらい焦った。で、こんな感じ。これでさすがに、これでパフォーマンスできないじゃん。外かな、プチってやろうと思ったけど、ちゃんと戻った。だからよかった。大変でした。パニックってたもん、めっちゃ内心。そう、ブチってする覚悟をしてた。でも戻ったから。そうだ、明日ね、
告知があります。そう、まあもうみんながうすうす気づいてるあれなんですけど、うん、そう5月のやつ。もうみんな分かってるあれなんですけど、うん、なんだけどね、ちょっとどうやら今回はなんかトークショーとかはちょっとないっぽくて。そうで本当あの撮影そうのみって感じなんですよ。そうん、3日のやつです。そう、あもう乗ってた、あじゃあ行っていいか。そう5月3日の日のねやつなんですけど、また再びですね、そうなんです、あのアルサポ Q のそうインタビューリポーターをさせていただけることになりまして、うん、そうだからでもそうトークショーとかなくて本当それだけになっちゃうんだけどって感じなんですよ。皆さんの私これなんて言えばいいのこれ。うん、そうなの、どうしますか、どうすればいいの、さあ見に来てともさ言えないじゃん。うん、どうしたらいい。そうなんです、どうしたらいいですか。でもだから私はあのアルサポ Q のインタビューだけかなっていう、そうなの、うんね、なんかあったらよかったんだけど、でも私はねもうこれ聞かなかったことにしてほしいんだけど、これは私はもうそう遠くから見守られてるだけでっていうか、そう会えるだけで嬉しいんですけど。そう会えるだけで嬉しいんですけど、でもその声を大にしては言えないじゃないですかこれ。うん、そう私がさせかせかこうスタジアムの周辺をさ歩き回ってるからさ、うん、そう私がさ仕事してる姿をさそうださ、うん、でも私は前回遠くからこうやって見守られながら仕事するのめっちゃ楽しかったんです。うん、そう、そうなの、ね、って感じです。いやそりゃさそりゃ嬉しいでしょ、私のね見守りに来てくれる嬉しすぎるでしょ、うん、そうだけどさって感じかな。です、嬉しいこと言ってくれるじゃないの。わしめんの頑張りを遠くで見てるだけ嬉しい。ありがとう。そう私めっちゃ緊張してるからさいつも。なんか
知ってる顔があるいるともう本当に超絶安心する、はあ、私頑張るねみたいな。そう、うん、でもさすごいなんかいいの来てくれるの、本当に。でも無理しないでくださいね。そう、全然だよ。ゴールデンウィークいっぱい公演出るからね、行けなくてごめんは全然思わなくていいんですよ、うん、いやー頑張れちゃうなすごいね、なんかこれって本当にすごいことだよ。誰に言ってるのか分かんないけど、え、いいの？全然本当にもう本当に無理しないでください。うん、みんなにさもうね、おごってあげたいスタグル、うん、ていうかさ映るインタビューしていい？するかも。うん、あ、やだいい、やだ、うん、そうなの。でも明日告知されるので、はい、まあこの話、この一連の流れは聞かなかったことにしてください、うん、すごいね私どうしよう、明日は告知出たら多分公式で出ると思うから、え、そうなんですかみたいな反応してくださいそうなんですか、うん、じゃあとびっきり可愛くしていきます。知らなかった、公式に。もっと早く言ってよ大騒ぎしといて、びっくりあってな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 ちょっと大げさに していいからね、うん、いや大げさにしないでこれ絶対大げさにするやつだみんなああ大げさにするやつだ、楽しみにしてる、うん、いいよもう何でもいいよいや6月22ほう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 6月22ほうほう
月22日ほうほうという感じです6月22日ほう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 6月22日ね、もう何かあるんですか。うん6月20日あのかんのかな、ちょっと分かんないけど、うん、6月まだ2ヶ月だ先だ、まだ2ヶ月先だ、うん、ここに今日ハイライト塗ったの可愛いでしょ。聞こえると見える可愛くない。あのなんかヘアメイクさんに、そうメイク、なんかチークを、全然話変わるんだけど、メイクさんになんか人のによってチークを入れる場所、なんか入れるべき場所が違うんですよ。で私の場合はどこに入れたらいいですかって言ったら、そうなんかここら辺だったの、顔の外側に入れてここにハイライト塗ったらいいんじゃないって言われたから、それやってる最近。うん、なんか顔の形とかで違うんですよ。隠れキラキラ、うん、だから昨日のメイクとかめっちゃ漏れてたでしょ。 DMM で見たんだけど、我ながら漏れてんなと思った。私はね、あのMC でさ、この間の公演で MC でなんか新潟駅、新しくなった新潟駅でもう早速コスメを買いましたって言ったじゃないですか。そう、その買ったコスメはまたいつも通り日向さんのおすすめコスメをパクらせていただきましたアイシャドウね、うん、見てこれ、なんか信号みたい、パクらせていただきました。今日のメイクもいい感じじゃない？メイクね、あのね、すっごい最近いいんだよね。いいよね。そうなんです、なんかキラキララメラメってよりかはこうナチュラル盛りが私には合うっていうのに気づいてしまって、なんかラメはあんまり使ってないんですよ。で昨日はなんか下まつげも塗ってなくて、そう、そしたらなんか下まつげ塗らない方が漏れたんです、研究の結果。そうだからもう昨日のメイクとか本当にうまくいったの、昼夜、昨日、あ、一昨日も、この2日間か、昨日までちょっとずつ4公演全部こうちょっとメイクちょっとずつ変えてたんですけどねうん、いいよね最近のメイク。え、だよね、そうだよね、思う思う、いいんだよね、ナチュラル漏れしちゃってるんだよね、うん、そう、やっぱ自分にもう似合うメイクを探すのはもう何年経っても楽しいし、なんかすごい正解がないから面白いメイクって
そうなの。だからさ、なんか最近ね、後輩さんが、後輩ちゃんがメイクとかたまに、あ、たまにね聞いてくれるようになって、たまに、うん、そう、すごい嬉しい。うん、この間なんかリリカが、ななみさんメイクどうやるんですかって聞いてきてくれた。かは何もしなくてもいいよって言ったね。嬉しいよね、こんな私に。確かにでもメイクのことは結構教えられること多いかもしれない。だから何でも聞いてね、ななみさん。ななみさん何使ってますかって言ってるんだ。でも絶対聞いてない。そう、私がこれとこれをこうして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 こうやってるよって言ったら、あーそうなんですねうんって感じ。でも一回ね、ちょっと誰でもいいからメイクしたい、フルメイクしたい、後輩の顔作りたい。だって絶対みんなもさ、なんかもうメイクのしがいがあるよね、可愛いし、うん、でもなんか私が教える必要もないと思う、結構みんな上手だから。あ、そう、夕飯にもやったことあるでもみんなメイク上手いから、なんか別に私がやる必要ないと思うんだけど、うん。あ、でもね、リリカとかメイクしてみたいな。そう、もうバッチリやりたい、ベースから。最近、私最近やっとメイクが上手になってきた自信があるのででもさ、私人にメイクされるの、なんかメンバーにメイクされるのはちょっと恥ずかしいから、私がする側がいいな。うん、そう、する側がいい、されるのはちょっと難しいから。って感じです。待って、ここのさ、はい、このテカテカがさ、気に入ってずっとやっちゃう、うん、あ、またやっちゃったこの動きはなんかこのテカテカを見せる動きうん、あざとい？てかみん、てかみん、確かになんか今日さ、この喋らなかったら結構あのなんかあざとかわいい系女子だよね。喋らなかったらちょっと一回静かにしてみようかな。
やめたやめた。うん、今日はあのうまくいった日ですね。今日はうまくいった。顔、髪。スクショしました。このあの可愛い画像を載せてください。今日のななみんはなんかいつもと違ったって。終始可愛いことしか言ってなかった。嘘ついてください。あ、偉いですね。スクショして。半目でした。そう、私さ、半目自撮りしてても半目になりがちなんだよね最近、うん、半目写真いる？半目になりがちなんだよ。スクショの判明率も高い。ああ、ドライアイだから。うん。判明がちなアイドルで、すいません。本当に。半目アイドル、そう。あら、最近アマワですか？ほぼ半目なかった？絶対嘘でしょそれ。気使ってる？なんか半目多かっただろうなって思ってる。できるだけ目開けてたんだけどさ。半目の印象ない？よかった。たまにアマミンでいいよ。わかった。わかった。ポキといえばさ、昨日の公演、ユーナのコールがポキちゃんでさ、ちょっと笑っちゃった。そう、あのさ、 DMM 昨日の公演の昼か夜、ちょっとどっちか忘れたんだけどの、泣きべその時にただまっすぐどこまでも走ってさ、やっぱりどこかその時に行き止まりがあるか、あ、山があっても乗り越えて川なら泳いで渡っての時、ユーナが歌ってる時になんかポキちゃんっていうコールにびっくりしてる私の顔が映ってて、そう、端でポキちゃんみたいな、そう映ってた。めっちゃ恥ずかしかった。ポキちゃんのコールが面白すぎて、そうだからちょっと後で見といてください。どっち昼か、そうポーキちゃんみたいな、そうそうそう、ポキって言ってるから
お昼出す出すお昼です、お昼だそうです。そうなんだ、よかったよあれ、めちゃくちゃ団結力すごって思った。ぼうきちゃんって間違えた。そう、あとねしっかりコール聞こえてましたよ。このあのもう2日間4公演もう本当にたくさんコールが聞こえてました。私のななみんコール聞こえた、いっぱいありがとう。サイリウムもね、グッズももう本当に嬉しいです。うん、なのでね、明日はそっか平日1公演だ、明日は1公演あの、ね、来られる劇場来てくださる方はぜひよろしくお願いします。明日もいつもありがとうございます。ゴールデンウィークにかけてね、あのたくさん公演があるので、喉をいたわりながらでいいのでね、はい。そう、あとさサイリウムもさ、私思ったんだけど、なんかこうやってずっとグッズとかあのサイリウムとか振ってるだけでも結構大変じゃん。え、そうなの、からもういつも本当にありがとうございます、うん、ね、そうなんだよ。でもね、そんな中でも振ってくださってもう嬉しいの本当に、うん、そう、なんかいつもさサイリウムお願いしますとか言ってるけど、なんかサイリウムを公演中ずっと振り続けるのもなんか私絶対大変だって、私よりみんなの方が大変なんだよね本当に。そう、そうなんだよ。だからさ私も頑張ろうって思える。いやあのね本当に私よりみんなの方が断然大変だと思う、うん、だからありがとうございます、いつも。リボンかわいい。いや私はもうねなんか楽しいからね、すごく楽しいから大変じゃないよ。だってありがとう公演楽しいよね、わかる。なんか昨日のさ絶望の時のこのフック引っかかり事件もそうだけどさ、毎回何が起こるか分かんないし MC もそうだから、もう何回やっても楽しいし、そう全部本当に一つ一つ違う公演だからすごいいいなと思う。しかも今の思い出公演はさ、そのみんなでなんかそのチームとかじゃないから、チーム制で公演が分かれてるわけじゃないから、いろんなメンバーと本当に
いろんなメンバーと公演出られるのがすごいいいなって思う、うん、そうなんだよ。だからさ、お見送りでもさ、なんか隣のメンバーがさ、何々さんって呼んでるの聞いて、あ、何々さん、名前何々さんって言うんだってめっちゃ覚えられるし、うん、いいですよね。でも逆も、逆に私もそうなのかなって思っちゃう。私推しなんだってみんなにさ覚えられちゃうじゃん。それはね、あって思っちゃう。あ、ちょっと私のなんですけど、あの心の中でちょっと思っちゃうことあ、すいません、あの私のなんですけどみたいなそうスカちゃん欲しいですよねって言われた。ほらね、そういうこういうことだよ、うん、こういう現象が。ダメだよダメですよ、うん、ね、受付いいな。うん、なんか何回も受付行きたいなって言ってるけどダメでしたやっぱりやっぱりそう、顔認証しに行きたいんだけどさでもさ、私がいたら嫌だよねえ、なんでなんでいるんですかってなるよ。でも行きたいんだよ、あれ。もうほんと羨ましいやろ。え、なにあれ、超羨ましいんですけど。私も行きたい、喋りたいいいな、だって結構近くでさ、結構話せるんだよね、あれ。どんな感じなの？うん、あれやったことないよ、羨ましい。うん、いいな、みんな、どんな感じなの、どんな感じなのあれ。ピッて、ほら、おしゃべり会じゃんああいうのいいなって思う。でもいいですよね、4期生からしたらもうめちゃくちゃいい機会だし。いいらしいよ、なんか、ね、そっか、みんな喋ってるんだ。みんななんか、そう、あんまり聞かないからさ、そういう話喋ってるんだ。
いいんだけどね、全然全然いいんだけどね、うん。全然いいんだけどね。そうなんだ、でもいいよねあれ、うん。私も紛れ込みたい、吸って隠れて。でもね、まあこれだけたくさん公演に出させてもらってるから、すごいそれだけでも嬉しいことなんだな、うん、本当にありがたいです。ななみんじゃないから4期生いると緊張して話せないよね。そうだよね、話せないよね、そうそうそうなんです。話せないでしょ、うん、私以外と。そう、元気に言うな、そんなことないよって。いっぱい声出てくれて嬉しいです。いやいやいや、出たいからね、うん、何話してんの。何話してるんだ、本当に羨ましいかも、うん、私も話したい、うん、早く握手会やろう、うん。じゃあね、明日も、明日も全然あるもんね、普通に。じゃあ話してください、話してください、明日も。いいけどさ、その代わり公演はいっぱい見てくださいね、私のこと。よし、じゃあ今日はこの辺で終わろうかな、配信。どんくらいやってたんだろうな。ちょっとね、まだ、あ、まだ時計直してないとか言えない。あー、こんなこと言ったら嫌われちゃう。お、1時間。あら。もうそんなに経ってたの。だってさ、すっごい高い位置にあるんだもん、取れない。取れない、時計。いや、思ってるんだよ、あのやろうと。じゃあランキング読みます。いきます。じゃあ、あ、ななみの73位、ひろしん、ありがとうございます。13位、みちおちゃん、ありがとうございます。12位、ハードチューンやす、ありがとうございます。11位、うお、ありがとうございます。
10位スキャット、ありがとうございます。9位りょうすけ、ありがとうございます。8位たかのん、ありがとうございます。7位クラゲ、ありがとうございます。6位はる、ありがとうございます。5位チーム GOC、 ありがとうございます。4位日焼け、ありがとうございます。3位お酒、ありがとうございます。2位今日はタワーもありがとう、山あり、ありがとうございます。そして1位あれ投げてくれたよね、タワーありがとう、みったん、ありがとうございます。ありがとう、今日カラオケもやっ、そうだカラオケやったの、なんか遠い昔のことのように思えちゃった。ありがとうございます。またカラオケもやりますね。またね、ありがとう。じゃあ明日は公演頑張ります。あ、そうだ、昨日さ、あのさ、なんかドライヤーしてる間、あのみんなの返信とか読みたいから送っといてって言ったじゃん。もういっぱい来てて、もういっぱい読みました。もうドライヤーが超はかどってシャシャシャって、うん、だから今日もよろしくね、ありがとう。返信、そうなの、そう、それそれそれ、ありがとうね、今日もよろしくね。だ、もう送ってください。送らなかったらダメ、送ってそれじゃあまた、おやすみなさい。明日ね。またね。